はい、まあ、今日の、ね、練習課題で出たものをしっかりと次につなげなきゃ、はい、結局は意味がある、はい、しっかり、反省をして、まずはサッカーノート、赤いとこを、お疲れ様です。お疲れ様です。どうしましょう。ちょっといいですか。ああ、大丈夫。はい、すいません。ちょっと待って、待ってよ。はい、すいません、どうしましょう。はい、いや、はい、うちの息子がなんで出れないのかなって。はいはいはい、なるほどです。はい、もうフォワードのさ、ダニエルとか、はいはい、そこら辺なんかもうすごい調子悪いのに、はいはい、うちの息子が一回も試合出れないって、マジで。なんでなんだろう。もうね、そこはまあ悪いですけど、まあ、監督の、僕の、まあ、息子も今調子いいって言ってて、はい、もうどう考えても出れる状況ではあると思うんですけど、まあ、チャンスを一回も与えないっていうのはどうなのかな。まあまあ、確かに、まあ、ダニエルだったりっていうのは、まあ、今あまり決めていないですけど、別にゴールを決めることが別に一番の仕事ではない。ただもう自主練もダニエルとかすぐ帰るって言って、はい、でうちの息子は結構やってるんですよ、はい、もう夜遅くまで帰ってこず、はい、もうずっと自主練してアピールもしてるはずなんですけど、はい、少しのチャンスも与えないっていうのはどうなのかなっていう。まあ、もちろんね、おっしゃることは分かりますけど、はい、まあ、チャンスは別に与えてないっておっしゃってましたけど、前ロスタイム1分で与えてますし、はい、そのいかに、いや多分ね、その1分とかで多分できないんですよ。いやいや、ごめんなさい、1分で決める人は決めます。やっぱ監督 もう全選手のモチベーション上げなくちゃいけないと思うんで、まあ、いや、そこはもう少しね、チャンスを与えてほしいんです。まあ、分かりました、なんとかします。すいません、すいません、またお願いしますね。はい、ごめん、はい、ごめん、集合。はい、来週じゃない、明日、頑張ってやりましょう。あ、すいません。なんでお前